オフィスシオン FM しきたりアカデミー。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介していきます。今回のシリーズは今は亡きあの人へ伝えたい言葉です。今は亡きあの人へ伝えたい言葉プロジェクトは、人と人の温かいつながりや人の優しい心を多くの人に伝えていこうとの思いからスタートしました。全国から寄せられたたくさんのお手紙の中から毎日1話ずつご紹介していきます。本日ご紹介させていただくのは愛知県の65歳男性のお手紙です。いとこのお姉ちゃん、早いもので今年はあなたの13回忌ですね。梅雨明け間近のあの日、あなたの葬儀にいとことして出席させていただきました。死因は私の父同様、肺がんだったそうですね。病院にお見舞いに行った時は、病気とは思えないほど元気そうに見えました。本当に残念です。その時も妹たちのことを心配していたようでしたが、もう心配はいりませんよ。皆さん元気でやっています。それより、あなたは死の直前、すぐ下の妹に自分の葬儀代、四十九日、一周忌、三年目と七年目の法要代として五つの封筒を渡し、この世を去っていったそうですね。妹たちはあなたの意思を継ぎ、お寺でしっかり法要していましたよ。母親を早く亡くし、あなたは7人姉妹の次女でしたが、長女が大阪に嫁いだため、姉の代わりに、妹たちの母親代わりに一生懸命でしたね。市内の銀行に勤め、同じ職場で好きな人もいたらしいですが、自分の幸せは求めなかった。末の妹が結婚し、いよいよ自分のためだけに生きられるとなったら、皮肉にも癌が見つかって入院することになり、こんな人生がこの世にはあるのかと思いました。姉妹はあなたの葬儀を家族葬にしました。今思えば、私が子供の頃、母が病弱だったために実家でもあるあなたの家に預けられ、家族同様に過ごした時期がありました。あなたはいとこなのに母親のように温かい感じがしていました。忘れもしないその年の夏休み、裏山で遊んでいるうち迷子になり、仙壇の木の下で泣いているのを見つけてもらいました。すでにあたりは真っ暗で、冬だったら命の危険も迫っていたのかもしれません。命の恩人です。カズちゃん、今でも私を探すあなたの声が耳に残っています。寺の本堂では静かに読経が流れ、一人一人が思いを込め、あなたの遺影に語りかけていました。最後に、遠方に嫁いだ長女のお姉さんの弔辞に全員が泣きました。ほんまにご苦労様、あんたばっかりに面倒見させて、あんたがよう頑張ってくれたおかげで妹たちも道を外さず、それぞれ家庭を持って幸せにやっている。天国でお父ちゃんやお母ちゃんに会ったら思い切り甘えていいよ。きっとあんたを抱きしめてありがとうって褒めてくれるよ。姉妹たちは両親の眠る墓を取り囲み、いつまでも離れようとしなかったです。こらえきれないように、セミも一斉に泣き出しました。本日の内容は、オフィスシオンのホームページでもご覧いただくことができます。また、本日ご紹介したお手紙が収められている本、今は亡きあの人へ伝えたい言葉3、2012年版をプレゼントさせていただきます。
そして皆様からの質問やご意見、ご感想も募集しています。本ご希望の方、またはご感想、ご質問などは、住所、氏名をお書きの上、メールアドレス、info@nara.fm、info@nara.fm、ファックス番号は 0742-248422 0742-248422 郵便は郵便番号 630-8334 奈良市西野信也町43奈良 .fm オフィスシオンの係まで。お問い合わせは0742-248415 0742-248415 奈良 .fm へ。オフィスシオン FM しきたりアカデミー。このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。